ベルトルト・ゴルト・シュミットはドイツ生まれのユダヤ人作曲家。生涯の大半をイギリスで過ごしたハンブルク出身。バイマル共和制時代にハンブルク大学で哲学を学んでいたが、音楽を書くようイタリアの作曲家フェルッチョブゾーニに激励され、1922年にベルリン大学でフランツ・シュレーカーの作曲クラスに入った。同門にはエルンスト・クルシェネクや、 アロイス・ハーバラがいる。さらに指揮も学び、フリーランスの指揮者として、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮した。1925年には、オーケストラのためのパッサカリアで、最初の成功を収め、有望な若手作曲家の一人とみなされ、1932年のオペラ、堂々たる、国ュで、キャリアの頂点に達した。しかし、 国家社会主義ドイツ労働者等の政権獲得により、彼の生活は破壊された。多くのユダヤ人作曲家同様、ファシズム政権によって、大敗を音楽と弾圧され、作品の公演が禁止され、指揮活動も妨害された。最終的に1935年に、イギリスに亡命。ドイツ時代に書かれた主要作品に、ピアノ・ソナタ第1番オーパス、10や、 弦楽四重奏第一番などがある。第二次世界大戦中は BBC のドイツ語部門で音楽監督を務めた。指揮活動の傍ら、公共的社コンヌ、バイオリン競争曲、チェロ競争曲、クラリネット競争曲、オペラ、ベアトリー・チェチェンチなどを作曲している。しかし彼の作品は無視されたため、1958年には作曲の筆を折った。 その後6年間、デリック・クックのグスタフ・マーラーの公共曲第10番の保筆に協力し、1964年8月13日に BBC プロムスでクック版初演の指揮をした。晩年に長い間独特の語法を使い続けたゴルト・シュミットの音楽への関心が高まり、作品の演奏機会に恵まれるようになり、1982年から作曲を再開した。 ありがとうございます。